まあ、主演がですね、木村拓哉さんなんじゃないかというような説が出まくっていましたけれども、それは違いましたね。三時相馬さんというですね、18歳の俳優さんが主人公の真人という役でございました。木村拓哉さんは真人のお父さんの役、アマハの役として、木村佳乃さんなんじゃないかなと僕は思いました。で、アオサギはおそらく菅田将暉さん。ただ、鳥の中にちっちゃいおじさんが入っているっていう設定なんですけれども、ちっちゃいおじさんになった時に菅田さんっぽくなるんだけど、鳥の時点ではね、あんまり菅田さんっぽくなかったなっていう。そして、キリコという千と千尋のリンに似てるキャラクター、あれが柴崎コウさん、悲しみというですね、真人のお母さんの、若い頃、もうそれがあいみょんさんだったんじゃないかなと。インコの軍団がいて、その王が多分、国村純さん、そして、まあ、世界を司ってるあの神みたいな、人が日野翔平さん、おばあちゃんず、吹雪純さん、阿川佐和子さん、大竹しのぶさん、滝沢カレンさん、この辺りは全員おばあちゃんだったのかな。